はい、良い風景です。では歌舞伎町ですね、まで行きますかね。バイクの音聞こえてこないな。あいつ成仏したんだろうか。はい、あいつ俺がやってしまいましたまあ仲間にしたけども、パーティーも一緒にしたんだったかな。いや、実はなんか結構ね、久々なんですよね、五穀寺。おー、五穀寺か。ってことはこの辺は講談社があるってわけか神楽坂。歌舞伎町補修場じゃ真似方から任す日を絞り取るんだ。ありゃあ拷問所だね。まあそういうとこに行かなきゃならないと。クーマンの効果は切れた。敵が出るかな。てかダメージ受けるかもしかして。この先でいいのか。あ、違うな。またまた。じゃあなんかダメージゾーンっぽいものがあるので、はい、リフトもかけておきますかね。市ヶ谷。どこなんだろう。あ、こっちじゃない。この上の方か。おー、こいつか。バイブカハかな。とりあえずこいつらしいな。じゃあ、やっていくかな。話しかけてみようかなと思うんですよね。おー、362強い。30ですね。はい。マハムドローン使っちゃうか。マミスターはい、まあこれ新パーティーなんでね、まあ、結構思い切ったことをやってみたいと思うんですが、足んない全然足んない用事があったおー、物理吸収強いぞ。からね、はい、どうぞ。あー、結構吸い取るな。ごちそうさま仕方ね、やるよ。おー、仲間になった。はい、パーティーどんなもんだったかな。ちょっと待ってください。はいはい、まだ余力はありますね。さてと、ここかな。あ、違うか。しまった、欲を変えてこの場所に。出来足でも買ってくれ。よかった。わー、こいつらか。こいつらと戦いたくないな。めんどくさすぎるわ。はい、では。じゃあ、サティ試してみますかね。はい、マハラギダイン。おー、弱点もついたということもあって。かなりの威力が出るが。あ、またか。待て待て。じゃあ、四季王子、マハムドーン。こいつは、浜に弱いんじゃないや、ムートに弱いんじゃなかったか。でも当たらないな。仕方ないな。普通にやっていくか、じゃあ。強いぞ。しかもね、あの子、サティね、衣装がエロいんですよね。宝箱だったけどいいや。この衣装がエロいっていうのはね、俺としてはね、かなりね、選択の決め手ですね、かなり。ではで、ほらこの衣装があってかよく見えないな。衣装がエロいよ。これは当たりだね。はい、四季王子。四季王子これ好きなんですよね。おお、倒した。でもね、今回は四季王子のスキルがね、スキル継承がかなり攻撃ではなくてですね、なんていうか補助に回ってるんですよね。ここですね。なんで、そんな大活躍はできないかなと思うんですけれども。はい、着きました。歌舞伎町補修所来ましたね。ここは歌舞伎町補修所。何もない、ただのビルだって。いや、ここは立派な補修所さ。マントラが崩壊した今も招かれた友がワンサー捕まってるぜ。だそうで。ターミナル発見。じゃあまずセーブ取っとくかな。なんか陰鬱なとこだな、ここ。じゃあここにセーブしとくか。さてとやってまいりますかね。
これからはね、積極的に、会話なんかをしていきたいかなと思うんですけれども、まずはこっち行ってみるか。お、そうか。なんかバリケードがあっていけないか。ここなんだ。誰もいない。おー、ってことは？ここは？誰もいない。そうか。なんか小部屋が他にもあるみたいだが。じゃあ、とりあえず入るの諦めるか。こっち行ってみるか？階段か。バリケード。おっと。お、雷獣か。あいつに話しかけても無駄なんだよな、多分。はい、ではですね。いいか、マハラゲダイン使っちゃうか。おー、一掃できる。サーティー強いな。まあ、火炎が、無効化する敵が現れたら、一気に、無力になってしまうんだが。お、なんだ。へっへっへ。ゴズ天皇はもういねえ。ここは水地様の天下だぜ。さて、蜃気楼の中の真似方でもいたぶりに行くか。あれか。奇妙な装置。お、おっとっと。じゃあ、こいつ片方話しかけてみるかな。おー、強い。では、トーク。チャクラドラップ、やろう。290万か、やるぜ。おー、仲間になった。なんか船舶そうな顔してますね。あ、とりあえず仲間になったぜ。お、なんだ。え？何か必要そうだ。え、なんだ。なんだ。入ってないとこ入っとくか。お、なんだ。どっからともなく声が聞こえてくる。ほら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 、頑張らねえと避けちゃうぞ。やめてほしいか、やめてほしいか。なんだこれ。俺様はこれを持ってるからいつでも蜃気楼の中に来れるぞ。じゃあな、また楽しもうぜ。さっきのところか。お、なんだ貴様は。もしや貴様があの、なんだ、あのなんだ、違うにしとくか。ゴロツキ悪魔が何のようだ。ここは俺たち元マントラ悪魔の歓楽街だ。貴様もと捕まえて拷問プレイを味わわせてやる。おお、溶けかかってきやがった。あのってなんだ、貴様があのって。うわーっと、ではま、負けようがないんですが、即死だな。うー、さて強いな。うむぎの玉を手に入れた。これでいけるのか。よし。あたりが蜃気楼に包まれた。おー、上下は逆転か。なるほどね、蜃気楼ね。そういうことか。さて、今回歩きづらいな。さっき入れなかった部屋だな。助けて、ここから出して。雑種街に捨てられるのは嫌です。もうダメです。やっぱり招かたは苦しむしかないんですか。あんまりね、招かたに関わりたくないんですけどね。あまり関わりたくないんだよな。もっと悪魔をやりたいんだけどな。
座れる。よし。ってことはこっちか。こっちにしか行けないよなっていうか、なんか、はい、行けないんですけど。シャッター降りてて。よし。では、こいつらはもう仲間にしたいしな。あ、話しかければよかったかな。今、好転だしな。好転時に話しかけると楽しいんですよね。ちょっと待て。ってことは、なんだ、行けないか。なんか、ここはなんか結構難しそうだな。こっちでいいのか？おー、はしご発見。これは下に下がってるってことは、どうなってるこれ。なんか難しそうだな、ここ。ややこしい。ほっといてくれ。わかった、ほっとく。俺も関わりたくないんだよ、別に。真似方には。同じこと言ってるな。とりあえずだ。お、またあった。現実とこの新キャラの世界が行き来しなきゃいけないんだな、きっと。うわ、電撃を誰も向こうができないか。くそ、強いな。あ、やばい、スライムやられた。いや、油断できんわ。じゃあ、サティにやってもらう。ふぅ、油断できないものだな。はい、ください。リカームをかけます。いやー、また、早速スライムやられてくれたわ。これくらい、常世の祈り使いますかね。ただ戦闘中は使えないので、待ってて、こっちから来たんだから、お、飛び降りる。下に行けるってことか。よし、行ってみよう。下に行ってるってことは、現実だと、上の方に行ってるってことなんだよな。これなんかシャッターが降りてるな。あれはスイッチかな。さて。これを登ると、どうなるんだ？どうなのかな？よくわからないな。こっちでいいのか？そもそも。合ってるんだろうか？なんかすげえ迷いそう。はい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 。はい。では、ちょっと待ってください。マハラギじゃなかった。マハムドオン使ってみるかな？あ、しまった。俺回復するんだった。すっかり忘れてた。あ、ブロックか。しまった。あ、混ざったな。じゃあ、てか何もできん。こいつらブロックするのかよ。混ざった。ピンチだ。よかった。弱点つけた。よし。物理はブロックできると。はい。これ。これを使おうと思ったんですよね。これは完全回復スキルです。これはですね。てか、何もほとんどやることがない。もしかして。じゃあ次回しようか。いやー、尖ってるわ。状態異常まで回復できます。戦闘不能以外は全部回復できるんじゃないかな。ただし、消費が大きいです。あと戦闘中しか使えません。ヒーホーくんだ。ヒーホーくん発見。なんか向こうが行けそうなんだよな。どうやって行けばいいんだろう。これかなりややこしいな。こっちはなんだこれ。うわ、一回来たところなのか。このシャッターを開けなきゃいけないな。はい、ちょっと時間もあれなんで、こいつらをマハラギ第2で始末して、一旦ここで切りたいかなと思います。おっと、なんだなんだ。マギ第2。ちょっと今時間がないので、話しかけてはみたいですけどね。はい。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。